ライダープロに入ろう。いやどういうこと。いやお待たせしましたね。どういうこと。はい、またこの運気の悪い家で撮っておりますが、帰れ早くじゃ。杉村さんの家ね。杉村拓なんですが、はい、今日はねどうしてもお風呂に入りたいと、うん、言ってますね。言ってるんですよ、はいはい、お風呂は入るもんだからね。まあまあね、お風呂といえばやっぱ私の出番ですよ。サウナ好きですからね。戦闘決定3級も持っておりますから。おめでとうございます。ありがとうございます。なのでね、これを見てくださいよ。はい、これまあまあまあ、はいはいはい、ほぼまあまあ不燃ゴミなんですね。違う違う違う、ライダーグッズ。ライダーグッズですか。ライダーグッズ、はい、このライダーグッズ、これこの棚見てください、はい、これ謎の、これ全部死体が入ってる。死体じゃねえよ。恐ろしい、死体じゃねえよ。恐ろしいサイコパスじゃん。バラバラにしてねえよ。これ何が入ってるんですか。いやこれも全部ライダーグッズですよ、うん、これがライダーグッズをこういう風に保管してて、今ここに出てるのが不要なものと、うんうん、まあまあちょっとねライダーグッズも多いので、まあなんかちょっとねネットとか駆使して売ろうかなって考えてるグッズですね。もう飽きたと。飽きたってライダー愛はないということですね。いやいやいや、そういうわけじゃない。これは怒るよ確かに、ね、うん、ライダー好きがもう聞いてあきれますよ。そうだね、せっかくならこれの湯船にパンと食べて、うん、どういうこと、はい、お風呂に浴びて全身で体に浴びれば気持ちいいんじゃないかと。なるほどね、うん、自分の好きなものを体も直に感じると、直に感じてほしいなと思って、はいはい、今日はちょっとねカメラを回させていただきました。いやもうこれはね愛を感じてもらいましょうか。ぜひね、うん、ちょっとじゃあ撮りに行きましょうよ。早速行ってみましょう、うん、行きましょう。それではお待たせしました、こちらがバスルームになりますので、はい、ご確認ください。こんな感じになっております。いや変な人いるんですけど、まあ、こういう仕上がりになっておりまして、あれ知らないし、まあまあまあユニットバスになってて、あ、はいはいはい、綺麗とは言えないんですが、はい、まあまあ必要最低限は揃ってるので、ちょっとでもこの広さで知らない人が何人いるんですか。知らない、まあこれも勝手についてくる、ついてくるんですか、これ、まあまあ使う使わないは、まあ、まあ、いやいやおいおい、ああ座敷話じゃねえんだ杉村さんが、うん、なんだなんだ俺だよというわけでね、はい、この運気のこのジメジメしたもうこの臭いところで撮りますけども今日は、はい、ちょっとね撮らせていただきましょう。なんかそのライダーブロって、じゃあちょっとねお風呂、普段だったらこれでお湯でね、うん、お風呂に入る浴槽ってそうやって使うもんだからねですけども、見てくださいこのホコリ、これもちょっと撮ってくださいこれこれだこれはすごいね、生活をしているということもお届けできました。ああ、はいはい、ああお風呂のカビもね、シャンプー見てくださいこれ、うーわ何汚っ、すごいよ。でも椿生意気石鹸でいいんだよお前、これで椿ですか生意気な、これが椿、生意気な、なんだよ、見て歯ブラシのこの広がり具合すごいね、やばいこれ、生意気にオーラ強い、何歳ですかこの生意気だな、いいだろうよ、生意気なんだよ、生意気な、いいだろうよ、生意気に泡のハンドソープだよ。いい、生意気なんですよ、ね。石鹸一択だろお前ら。全部石鹸で巻かないお前ら。なんだよ。まあというわけでね、はいはいはい、ちょっとじゃあライダーボロにね、ちょっと入っていただきましょうよ。はい、じゃあまあまあ、まずは軽めに、まあ、かけ湯みたいな感じでいきますんで、はい、じゃあいきます。大事に扱ってくれ。あ、ごめんなさい。大事に扱ってくれ。怒られちゃいましたけど。怒られちゃいましたけど怒った割にはちゃんとまた開けてましたけど防げれた感じもしますけどね。じゃあ、はいはいはい、続いてね、じゃあちょっと大事に行かせていただきますね、うん、大事に大事に、あの受け取って自分で湯船入れてますけどライダーブルなんでしょ。おおちゃんが出てきましたけどね。あ、これ北海道のキャラクターじゃないですか。北海道のキャラクターもいらないと。ああ、はい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 。浴びてるよ今ライダー。浴びてる。あ、どんどんね、どんどん湯水の出てきますから。ライダー浴びてるよ、もう。いやいや、ここに入れんの。何何。風呂なんでね、全体に浴びていただかないと、
怒られちゃう、怒られちゃう、怒られちゃう、怒られ、あ、怒られ、あ、怒られ、いや、マジで、マジで、もう怒られちゃう、怒られちゃいましたけどまだまだね、ありますからね、怒られちゃう、追加でね、なんか、機嫌、機嫌悪いんだ、ライダーにしたらね、まだまだありますからって、俺のだから、なんか、なんか言ってますけど、なんか言ってますけどじゃないよ。まあ、どんどんね、入れていきましょうか。受け取ってみたいな。まあでも杉村さんがね、見捨てちゃうライダーグッズでしょ。そうですよ、見捨てちゃうっていうか、別に大事に扱って、他ね、なんかそのライダー好きな人いるから、たくさん、うん、はいはいはい、はい、その共有しようっていう、はい、あの餅つきみたいなテンポでもうテンポではやっぱりいかないよね。他のライダー好きの人へ元に渡るなら別にいいでしょうよ、それ大事に扱ってんじゃないかさ。これのお風呂は硬そうなものが、手ぬぐいじゃねえよ、硬そうなものが頭にね、あんま湯船に入れないでくださいね、布は。最低最低最低。ああ。ただのゴミです、それあ、ゴミでした、ただのゴミでした、それ入ってたの、ただのビニール袋だよ、ビニール袋でした。あ、でもすごい、どんどんお湯が止まってってるよ。どんどん、ね、お湯が、どうですか今の気持ちは。いやいや、気持ちいいけどさ、気持ちくねえよ。でも愛に包まれてない。でも、なんかこれで生き埋めになるんだったら、なんか悪い気もしない、ね、あ、好きなもので囲まれてる。ほら、だからやっぱりこう、缶桶に入るときはライダーグッズで埋めてほしいね。あ、やっぱ好きなものでね。あ、まあ、そうだね、その気持ちはなんかあるわ、うん、あ、すごいすごい、だからといって気持ちいいとは言えないよ、別に。何これ、何なのこれ、何すか杉村さん、これ下敷き、これジャンボカードだっす。ジャンボカード、ジャンボカードあったね、1枚いくらみたいなので。あ、すごい量だな。溢れてきちゃいますね、すごいすごい。いや、これ立派なお風呂だよ、立派なお風呂に仕上がりました。立派なお風呂です。これなんなんこれ、さっきも放り投げられてたけど、これ何、これはそのカードが入ってる袋でくじ引きの、そうそうそう、ただの袋を取っといてるってこと。そうこんなの欲しがるファンいねえだろ。もしかしているかもしんないでしょ。さあ、ね、一応以上がね、すごい本日の豆乳分ということになりますけども、いいじゃん、いい風呂だ。どうですか今の感想は。いや、なんかね、売りたくなくなってきたね。あ、おなぜですかそれは。なんかこう、むやみに葬られるのがなんかすごい嫌な気持ちになってる。なんかごめんねっていう気持ちになってきた、ちょっと。ああ、うん、よかったよ。もう自分のものじゃなくなるってことはそういう気持ちなんだなと。なんか親元を離れるってなんかすごい寂しい感じしたね、これなんか浴びて、うん、それに気づいた。それに気づきましたね。気づいたか、うん。じゃあ、いるやつも投入していいですか。ダメだよ、お前それ怒られちゃいました。あのね、今日ね、3回怒ってるんですよ。怒られちゃいましたけど。ダメだよ、怒る。今日一の声量で怒られちゃいましたけど。だって、いるんだもん、それは。ってことは、いらないからこれ許可したってことですか、杉村さん。その愛は嘘ってことになりますよ。そういうことですよ。いや売らないよ、だから、うん、じゃあ今すぐメルカリにブラックの人形6800円取り下げてくださいよ。あれはもう大詐欺ですよ。大詐欺のあの価格設定。大詐欺じゃねえよ別に。びっくりしたよ。俺多少のさ、プライベート事情はね、芸人をやってますから、あの明かされるのはいいんですよ、メルカリの出品まで言われるの。いや、そうだよ、それもさ、聞いちゃいましたからね。聞いちゃいましたから、そこまで言われるの。ここにあるのほとんど出してましたからね。この後売れたらやだ。だ、杉本さん、詳細に全部書かなきゃダメだよ。書いてください。一回浴槽に入れてます。それあの書かれて読んだやつもわけわかんないから、ね。一回使ってます。一回僕使ってます。水抜いあるんかなと思われる。